はい、こんにちは、指揮者の岩村力と申します。よろしくお願いします。アリスのコンサートにですね、僕ももう何回も出させていただきました。で、大好きなコンサートの一つです。で、何が好きってね、いつも僕はステージの上にいてオーケストラの皆さんと一緒に音楽を奏でるんですけれども、アリスの時はいつも一番最初にね、子どもたちの声が場内にたくさん響いてるんです。で、今日はどんな子が来たんだろう、楽しんでくれる子たちがたくさん来たかなってワクワクしてることがね、とても多いんです。で、オーケストラの音楽が始まったり、あるいは役者さんのセリフが始まったり、歌い手さんの歌が聞こえてきた時に、子どもたちがね、みんなね、ハッと息を飲んだり、それからうわーって笑ったり、一緒に歌ったり、それがね、本当に、僕もステージにいて、舞台にいて、とってもね、楽しい、ドキドキする、ね、瞬間なんですね。このアリスのコンサートはですね、例えばオーケストラと一言で言っても、もちろんいろんな楽器が、楽器の演奏する人がいて、たくさんの楽器が心を合わせて一緒にやっています。で、指揮者っていうのはオーケストラで一番近いところにいるわけなんだけれども、でもこのアリスのコンサートはね、オーケストラの音楽をシーンとした中で一生懸命聴くっていうコンサートと違って、みんながね、とっても楽しめる部分が多いんです。で、オーケストラって普通は、指揮者の人がいて、で、一生懸命楽譜を見て、一生懸命それなりに演奏してるイメージがあると思うんですけども、このコンサートではね、なんとオーケストラにも役があって、で、いつもいろんな役をして楽しみながら、参加してるんですけども、今年はね、オーケストラをロボットの役、でもね、どうなるんだろうね、バイオリン吹いたり、弾いたり、クラリネット吹いたりしながらロボットの役をする、指揮者もね、その中で、そのロボットの皆さんと一緒に演技をするということで、それは多分日本探してもね、なかなかそういうオーケストラはね、いないと思います。そういう意味で、ちょっといつもと違うコンサートだなって、とっても楽しみにしています。皆さんも、このコンサートを聴きに来るとき、ぜひね、リラックスして、で、聴くのもとても大事だから、耳はとても大事だけど、目も一生懸命使ってですね、目と耳で心をね、自由に動かして、たくさん楽しんでほしいと思います。僕らも一生懸命、演技演奏しますので、みんな大勢で来てくださいね。待ってます。それではまたね。